旅するクジラ。2011年3月11日、東日本大震災が起きました。マグニチュード 9.0 という未曾有の地震。日本中が揺れました。誰もがただごとではないと感じた瞬間でした。そしてその数十分後、とてつもない大きな津波が東日本を襲いました。その津波のあまりにも大きな力は福島第一原発をも倒壊させました。すべての安全、すべての常識が失われた時でした。多くの命が失われ、多くの生活が失われ、多くの未来が止まりました。そして1年以上の日々が流れ、私たちはこの止まったままの未来をどう考えるのでしょうか。旅するクジラの物語。ある水の惑星の小さな島国で大きな地震が起き、とても大きな津波が人々を襲いました。人々は逃げ惑い、思い出の家や心に残る景色を失い、多くの命も失われました。そして1年。津波に襲われた海辺には大きな見たことのない不思議な山ができていました。そこにある日、花坂じいさんが現れました。花坂じいさんがその不思議な山に近づいてあちこち見てみると、それは津波によって流され、壊され、粉々になってまた海辺に戻ってきた、それまでは人と共に暮らしてきた家や生活の道具や木々でできた瓦礫の山だったのです。花坂じいさんはその山に登って周りを見渡してみました。そこで見たのは何もない町でした。もう1年も経つのに。花坂じいさんはその山から降りると、瓦礫を一つ一つ、木々や鉄柱、臼などを引きずり出して何か始めました。コンコン、カンカン、トントン、ギルギル、キュッキュッ。いろいろな道具を使う音が街に響きます。すると、一人、二人と子供たちが集まってきました。何をしているの？コンコン、カンカン、汚れちゃうよ。トントン、ギルギル。クジラだ。瓦礫はいつの間にか大きな大きなクジラの形になっていました。びっくりしている子供たちに花坂じいさんはいろいろな色の絵の具を渡して、クジラに大切なものを描いてごらん、みんなでクジラに色の花を咲かせようと言いました。海や山、お花やサッカーボール、ぬいぐるみに自動車。子供たちはカラフルな絵の具を使って自分の大切なものをどんどん描きました。花坂じいさんはカラフルなクジラたちに今度は本物の花を巻きながら、みんなこの大きなクジラのように大きく生きよう。おじさんはこの瓦礫でたくさんのクジラを作って、早く瓦礫の山がなくなるようにみんなの気持ちを島中の人たちに伝えますと言って旅立ちました。
山の町ではカラフルなクジラの美しさにみんなびっくり。この美しいクジラをくださいと言われました。花坂じいさんはまた瓦礫の山に戻りました。今度はたくさんの瓦礫を拾って大きなクジラを作りました。海の町ではクジラを見た大人たちはじっくりと話を聞いてくれて、いつでもその瓦礫を持ってきなさい、きれいに焼いて灰にしてあげましょうと言われました。人の町ではクジラがやってくるといろいろな噂が一人歩きし、しまいにはクジラをめぐって喧嘩が始まりました。花坂じいさんは悲しくなって、さらに花をまいて華やかで豪華なクジラに変身をさせて、みんなをびっくりさせました。いにしえの町では大人たちが知らんぷり、クジラを見て見ぬふりをしています。でも一人の子供が、あ、クジラに絵が描いてあると叫ぶと、クジラに描かれた子供たちの絵を見て、大人たちは未来を育てるために協力し合う心を思い出しました。こうして瓦礫のクジラは多くの町の人々と出会い、未来を信じる心とお互いを思う心を思い出させ、人々はそのクジラを旅するクジラと呼ぶようになりました。今では海辺にあったあの大きな瓦礫の山はすっかり小さくなり、子供たちも新しい生活を始めています。そして花坂じいさんの作った旅するクジラたちは、その後多くの人々の思いや未来を乗せて、今では各地で人工魚礁として海の底で魚たちの住処となり、子供たちの未来を夢見ながら、旅の思い出を小さな魚たちに満足げに語っているそうです。
動家の前野弘樹でございます。そしてチェリストの大東恵子です。こんにちは。こんにちは。大東さん、桜が咲きましたね。満開になりましたね。多分ね、日本で一番最初に早咲きの桜がここに満開に、高城ですけど、はい、まさに花咲かジジーズがやってきたという感じですね。やってきたということで、はい、ちょっとジジーズにしてはちょっと若いんですけれど、あ、ジジーズ、ババーズ、ババーズではマドンナ、まだ、ありがとうございますということで、平成の花咲かジジーズということで、震災があった後、華道家として実際何ができるんだろうというような形で、VTR ご覧いただきていただいたように、瓦礫に花を咲かせましょうということで、もともと生活の一部だった、昨日まで家の大黒柱だったり、森に生えてた木だったり、そういうものがある日突然なんていう名前になったかというと、瓦礫という名前に変わってしまいました。瓦礫、瓦礫と言われるようになって、なんかちょっと、負のイメージがあるような言葉に変えられてしまった瓦礫たちをもう一度リボーン再生させるプロジェクト、これが私たち華道家や、チェリストの大東さんたちと一緒にアーティストがもう一度再生、新しい命を育むという企画で、活動してきて、瓦礫の広域処理なんかもね、結構させていただきました。先生はすごかったですね。本当にもう本当に瓦礫の山に登って、最初は放射能まみれだとか、いろんな風評が非常に高くてですね、ただ、測ってみると全然数値がないものも結構東北には多くありましたので、それをあえて華道家として触ることで安全ですよと、そこにもう一度子どもたちの命の絵の具、そして花、そういうものを込めて作ってもらうことによってね、本当にまた命の花が咲いていく、本当に。ほんで、すごい満開の桜が咲くような企画になりました。今VTR で流れた旅するクジラというのは、そういう形で実際にあった話で、子どもたちと一緒に、ワークショップをして、大きな形の造形物を作ったら、たまたま一番最初が南三陸町で、作らせていただいたんですが、クジラの形になってしまって、で子どもたちが、あ、クジラだと言ってくれたことから、きっかけにどんどんそういうクジラを作らせていただく機会が増えてきた。いっぱいクジラ何頭ぐらいになりました？結構ね、十何頭、作って、実は今日も多賀城市文化センターの方にミニクジラを作って、小クジラちゃん、小クジラを、今ちょうど文化センターの入り口あたりに桜を背負ったクジラが可愛らしかったです、ね、はい、飾られているんですけれど、ちょうど今日市長も副市長も来ていただいているかな、さっき、あ、一番後ろの席にいらっしゃいますが、ありがとうございました。多賀城は非常に伝統のある町です。そこに瓦礫で再生したクジラが出て、そしてそこに桜が背負っているということで、ちょっと豊かな再生するメッセージができたらなと、はい、とっても素敵な桜が咲きました、はい、そしてこのクジラはですね、実は震災の、チャリティーというか復興支援のために、来年3月実は絵本になることが、そうですね、はい、先ほどお話を聞きしました。絵本になったその収益金は、東北の、皆さん、子どもたちのために使っていただこうという動きをしております。来年は実は、私ちょっと忙しくてですね、はい、桜じゃないですか、ある放送局で桜をテーマにした、番組が始まりますが、東北復興のことをさせていただいていることで、ここ宮城もそうですけれど、福島の、会津若松の方で大きな桜の、装飾をこの1月から1年間、させていただくことになると思います。またたくさん桜が見られますね。そうなんです。また瓦礫に大きな花を咲かせられるプロジェクトとして活動していきたいなと思いますので、大東さん、末永く、はい、ジジーズババーズで、ババーズでよろしくお願いいたします、はい、皆さんもよろしくお願いいたします。それと、なぜこのプロジェクトをさせていただいたかというと、瓦礫に花が咲くということではなくて、だけではなくてね、皆さんの東北の人の心に花が咲きますように、そして、日本国中の人の人生に花が咲くようにというような、壮大な思いを込めております。花が咲くというメッセージは非常に良きメッセージを持っていますので、どうか私たちも一人ずつ、一人一人ね、何か小さな種を宿しているはずですので、
今日も市長と副市長とお話をさせていただいたときに、震災後瓦礫にね、小さな花がポンと咲いただけで生きる勇気をもらいましたとか、あるいは何気なく瓦礫の処理や町の再生にてんやわんやしているときに、ふと空を見上げたら桜が普通に咲いてましたとか、そういう人間が日々ね生活している傍らで、実は植物がたおやかに営みをしている、これが現実だということを知ったとき、何か涙が出ましたと。これが実は花の力だから、これからは何か花から学ぶこと多いかもしれないなと思ってますが、大地さんどうですか。はい、私もお花の弟子として自分の花も咲かせ、皆さんの心にも咲かせられるように頑張りたいと思います。あ、弟子とおっしゃいましたが、僕の弟子なんです。師匠でございますチェロは僕習ってないんですけどね、お花がめきめきと上達している大東さんでした。ちょっと短かったですが、映像とそして花を咲くというメッセージと、そして音と、楽しんでいただけたと思います。今日は本当に短いでした。ありがとうございました。ありがとうございました。